どうもこんにちはさんですえっとね、今回はね、あの、以前、3日前か4日前ぐらいに、あの、自分がどうチャンネルを作っていきたいかみたいな話をね、長々してたんですけども、そこの話からね、自分はあの、何かをすることが楽しい、それを楽しいってことをね、伝えたい。そして楽しいってその伝えたい、その見てみて、自分もやってみたいと思わせるようなチャンネルを作りたいなと思っている。っていう ということをね、話したんですけども、まず楽しいとは何ぞやっていうことでね、その楽しいってことについてね、ちょっと軽く調べました。まあ簡単に言うと満足感や達成感があ,あってね、自分の気分がいいって状態だったらそういうことですね。はい。まあ、その満足感や達成感があるにはね、自分が満足できるような状態になるべきかなと思っておりまして、って思ったのよ。はい。 楽しくなるためには自分何すればいいって言ったらね、その何することに対しての努力かなと思いました、まずは。もう努力も楽しむこと、努力することが楽しいって思うのもあるかなと思ったけど、その辛い努力なんて続くわけねえじゃん。 そんな続か、その続かないやつなんて何をな、何のために頑張ってるかが分かんなくなってるだけだから、その無理やり続けたって楽しくねえよ。と思ってますね。で、何の努力をすべきか、なぜ努力をしているかが大事かなと思ってますね。ね例えば中学バスケ部入りました初心者です。初心者で、ね。 初心者がね、よく部活やめたりする人いるじゃないですか。なんでやめるかって言ったら、楽しくなくなったからだよ。やりたくなくなったからでしょ。練習めんどくさいからでしょ。そこかなと思ってまして、じゃ楽しむためにね、まあ、がん、その、上手くなるために、ね、その努力ができなくなっちゃったんだなってねお、俺は思いました。 僕、高校中学3年間バスケね、初心者でやったんですけど、最終的にずっと、まあ、あんま全然試合も出れなかったんですけど、それでもね、頑張ってこれたなとも思っています。なんでだろうなって最近ずっと思ってて、それは、諦めなかったからだよね。そんなゼロの状態からね、自分ができることを探し続けてね、がん、それで、 ま、やりのけた、やり、やりとけたってことかなと思ってまして、それが満足感につながるのかな、達成感つながるのかなって、いい気持ちになれるなと思いました。はい。だからまず自分に目標が大事だなと思って、努力するための目標。うん、例えば歌、まあ、よく僕歌ってみた、言われて散々ね、口笛やってみて散々言われてるんですけども、下手くそだってね。はい。 その自分のその始めた時点で下手くそだったら当たり前じゃんと思ってますね。はい。自分の努力が足りてないなってまだ思ってまいります。なのですしやり続けることかなって思ってます、今ね。そんな下手くそのままね、するのも俺も嫌です、やるし。いつかチャンネルもね、登録者増やしたいし。みんなに伝えられるようなチャンネルをね、ひ広めたいと思っております。 じゃあ努力するために何すればいいって言ったら、継続ですよね。はい。継続すること。どうやって継続しますかそれはもう諦めない。なんで諦めないそやりたいからでしょその気持ち次第かなって思ってて、人間、あの多分、その理屈とかで動くと思うんですけども、理性とかでね。それでも、 理屈で動いてる人間って多分、どっかでまず逃げを探しちゃうからそこが良くねえなと思ってて、自分も昔そうでしたもん。そう。いや、俺初心者だからへ、下手くそままでいいやって,って、そこ一個なっちゃったら多分もう、どっかでも頑張れなくなっちゃうんだろうなと思ってて、やめたいなって思っちゃいますね。はい。ちょっとずつでもいいから、ゆっくりでもいいから、 毎日でも、まあ、何でもいいから、とりあえず続けることが大事だなと思いました。努力、裏切らない、裏切るなんても言いますけど、裏切らないっていうね、あの、努力したらどっかでプラスになってくるって、この信じる気持ちかなと思いました。自分のやりたいことを。はい。なんで、これからも努力は続けようかなと思っております。まあ、あの、その、多分、歌、 歌う口笛だったりする,のする機会減っちゃいますけどそれでもねなんでねそのちょっとこのどうやって頑張ってるかとかなんだろううーんとでも最近やってるのもカズですよね。カズって多分結構の声を震わしてやってるんでこれはそのリズム感だったりそのんだろうその音程だったりその鍛えられるかなと思ってるんで今は。 そこの努力のね、幅かなって思います。今回はね、これからまずカツ動を頑張っていこうかなって思っております。最終的には歌うまくなりたい。歌うのがうまくなりたい。くしべがうまくなりたい。どこまでね、できたらなって思ってます。てか、できます。します。はい。ということでね、まあ継続すること、諦めないこととしてがん、努力を続けることかなって思いますね。楽しむためにはまず。 その、することが楽しいのは当たり前。俺もそう思う。することは楽しいけど、そしてそのため、その、自分が楽しむた、楽しいことを続けるためにはもう努力をし続けるかなと思いますね。目標のためには。楽しむことのためにはそういうかなと思いました。はい。なんでね、自分もね、その楽しむために努力をしていこうかなと思います。今もね、 その目標に向かって頑張ってる人もね、それは諦めないでほしいですね。あの、学例えば受験して、受験生いるじゃないですか。受験生なんで受験してんの頭良くなりたいからそれともその学校に入りたいからそこの魚って思いました。じゃあ、その、が学校入りたいなら何をしたい 何をする何をするために学校入るそこまで考えてね、いけたらなって思います。はい。自分もね、それでね、あの、専門学校入ってね、最初結構悩んじゃってね、その、始めるのが遅かったなって思ってます。それでも遅くてもね、できることはあるんで、頑張る余地はあるかなと思うんで、そこだけね、その、前を向いて頑張ることだけはね、続けたら、 伝えられたらなと思っております。ということでね、人生楽しんでいきましょう。はい。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では。